金沢駅。おはようございます。2日目の金沢駅なんですけど、これから今11時23分でちょっとバス乗って、めちゃくちゃ昼ご飯も食べたいし、あと昨日後楽園に行ったんじゃないですか。今日またどっか行きたいところがあって、そこに行ってからちょっとゆっくりしようと思ってます。これからちょっとバスに、人が少なかったらバスに乗ろうと今。え、人多い。多分あのバスなんですけど、歩いて行こうか。聞いてみよう。すいません、なんか東茶屋町行きたいんですけど、どこで乗ればいいですか。東茶屋町は次7番乗り場ですね。あ、はい、あ、7番ですか。ありがとうございます。7番って人めっちゃいる。歩いて行こう。昨日ちょっと調べたんですけど、これの意味って、来てくれて完成しますみたいな意味って、昨日ちょっと気になって調べたんですけど、昨日ちょっとあっち側から行ったので、今日はちょっとこっちから行ってみよう。ハントンライスを食べに行ってみたいと思います。あれもいいな、チャリンとか借りて行けばよかったのかな。韓国料理屋さんがある。ああ、金沢駅なんですけど、めちゃくちゃ静か。おお、今日もラッキーハントンライス。鳥稲葉屋っていうハントンライスのお店があって、ちょっと行ってみようと思って歩いて行ってるんですけど、本当に本当にこの辺にありましょうかね。これ知らなくてじっと待ってたわ。そっか、バス停小橋町。あ、違う、本当ここにあるの。加藤って書いてありました。旗11時から夜10時まで。入ってみます。お願いします。あ、韓国から来ました。韓国、わお。あ、だから名刺なんですけど、なんか日本に住んでます。サンプンちゃん。あ、はい。私の親友、あ、はい、友達。あ、はい、あの1週間前、はい、韓国、4泊5日で、結構行ったんですよね。行ってきて、あ、ちょっと待って。お菓子詰め合わせ、とパック、やっぱパックはお土産いただいた。日本語大丈夫？あ、日本語大丈夫です。あ、はい、娘とお二人で行って、あ、はい、で娘が行きたいとこ全部回って、はい、食べるものも全部娘の、はい、娘今40ほどね。私ら60年、二十歳の時の子やから若いわね、まだね、もう40や娘。ほんで、食べるものもいろんなもの食べて、これもご縁やね、韓国の方で。ねえ、まだあってんけど食べてしもたんや。ここ。あれ、美味しいです。ああ、そうですか、よかったです。センキューや。どうぞどうぞ、メニュー。ハントンです。ハントンです。オッケー。あ、あと。はい。ザルそばもお願いします。ザルそば。オッケー。あっ。金沢来たらハントンライス。自分がめっちゃ好きな雰囲気のお店。あ、夜10時までなので、そうやって
山崎とかお酒もあるのかな。ちょうど今時間は11時でございます。ごめんなさいです、マイクの問題があって音が。お蕎麦と初めての半島ライスいただきます。なんか多すぎるやなと思ったんですけど、なんかお蕎麦急にチャルソバ食べたくなってお蕎麦も頼みました。ごめんなさいです。やっぱお店とかにフォーバットがあったら食べたくなっちゃうんですよね。このお蕎麦本当にもちもちですごく美味しかったです。金沢来たら半トンライスよく聞いたんで、半トンライスも、半トンライスこれは生姜の匂いがします。これが一番金沢で食べたかったもの。オムライスの上に魚のフライ乗せていたんですけど、これめっちゃ柔らかくて、これ別にもっと頼んで食べたいぐらいめっちゃ美味しかったです。これどんな魚なのか聞いた気がするんですけど、これは魚フライ。うん、なんかね、オムライス。なんかこれ綺麗。マイクの問題で録音ができてないんで忘れました。でも本当にこのオムライスも美味しいし、魚のフライ、これもめちゃめちゃ。これ面白い、気になる。ジュース。すごく美味しかったです。金沢に行ったら。ぜひこれ食べてほしい。あの東茶屋町のちょっと歩いて10分ぐらいのところにあるお店なんですけど、皆さん金沢東茶屋町行くときに絶対行ってみてください。お蕎麦もすごく美味しかったんで、お蕎麦とハートのアイス、これ2つ頼んでみてください。3分セットです。本当に面白い手前。今日も皆さんのおかげさまでごちそうさまでした。金沢切って本当にもうこれ食べてよかったと思ったし、めっちゃ優しい店主さんだったんで、皆さんもぜひ行ってみてください。あ、店主さん本当にこの日ありがとうございました。また行きます。いやーめっちゃ雰囲気いいじゃない。観光客が今あそこに見えてるので、多分ここか。自分が来てるのは今東茶屋町。うわー